ミレナ・パブロビッチ・バリリ、カール・バン・ベクテン・ミレナ・パブロビッチ・バリリは、セルビアの女性画家である。現在のセルビアのポジャレバツに生まれた。イタリア人の父親、ブルーのバリリは、作曲家で、母親は、セルビア王国の王家、カラジョルジェビチ家の経緯で、ミュンヘンで声楽とピアノを学んだ女性であった。両親は、ミュンヘンで知り合った。父親の名声のために、 文学的なサロンに加わり、知識階級の人々と交流することができた。12歳で絵の才能を賞賛され、1922年から1926年まで、ベオグラードの美術学校で学んだ後、1926年にミュンヘイン美術院に進み、フランツ・フォン・シュトゥックに学んだ。この時代のミレナは、かつて、シュトゥックに学んだ、ジョルジョ・デ・キリコに共感を示した。 17歳の時にすでにセルビアの新聞、ポリティカに取り上げられ、東欧の画家たち、リチェノスキと知り合いとなった。この時期は神話や幻想的な情景を描いた。1928年にベオグラードで最初の展覧会を開いた。1830年から現在のマケドニアのシュティプ、ベレス、テトボなどに住んだ。第二次世界大戦が近づくと、 1930年代の終わりまでスペインに住んだ後、パリなどを経て、ロンドンに住んだ。ロンドンでは、ジャンコクトーと交流した。1939年からニューヨークで暮らした。サルバドールダリの展覧会を、ニューヨークで初めて開いた画商のジュリアン・レビによって1940年春に、ニューヨークの画廊で、展覧会が開かれた。アメリカ軍の士官で、パイロットのゴスリンと結婚した。 1945年に落馬の事故により死亡した。ありがとうございます。